お客さんに美味しいって言ってもらえるようなイチゴを作らないといけないんで。イチゴって舌が甘いんですよ。で、舌からパクパク食べると味が薄くなって捨てる子が多いんで、で、こうやってヘタきれいに取って上からパクッと食べてください。そしたらきれいに食べれるんで味もとってもいい感じです。うん、美味しい。毎年楽しみにしてくれるお客さんのためにもやっぱりいいものを作らないと。宜野座村もいちごの里っていう形で沖縄県の人みんなに知ってもらえるように、今宜野座村は水と緑と太陽の里っていうキャッチフレーズがあるんですけども、僕はよく村長とかにも言ってるんですけど、水と緑と太陽といちごの里という形でも目指して今頑張ってますね。